2019明治安田生命 J2 リーグ第7節を迎えました。この時間は大宮アルディージャとファジアの岡山、この一戦後ナックファイブスタジアム大宮からお伝えしてまいります。今シーズン初めてのナイトゲームということになります。さあ、それでは大宮のスターメン、フォーメーション予想で見ていきましょうか。さあ、そして一方のファジアの岡山の予想フォーメーション、さあ大間一回ボールを戻します。奥井から、そして大山も前に入ってきます。ここでスペースができたバラダ、シュート打った。ここボールを取って関戸からさあボールを回していきます。中に入って、これはキーパーです。縦の動きですよね、そこで空いたスペースを使えるようになると、はい、ボールつながりますよね。さあ、クイカのワンツー、大山、そしてバラダが後ろからボールを持って入ってきて、逆サイド、ファンマが中に入ってくる、クロス、ファンマの頭を越えて、酒井だ、中に落として、さあシュートはどうか、もう前出てません。そうですね、ここ、良かったですね、3人目のバラ選手ですからね、動き出しがね。ボールも酒井選手、よく戻したんですけど、ここね。まあ、まだ今シーズンはホームでの勝利がないだけに、今日はサポーターに勝利をプレゼントしたいと話していた高木監督、ちょっとスペースができて大山から逆サイド、酒井のシュートだ。いや、今のも良かったですよね。はい、縦入って後ろ通して逆サイド一気に展開しましたからね。上田、さあ、ここがクロスを上げようというところ、中落として、さあシュート打てるか、上田落としてシュートはどうか、入った岡山先制、最高。さあ、バブンスキーから川連がちょっと上がっています。ちょっと中央が空いています、うん、さあ小島が来る、逆サイド叩いて、お前、さあ逆サイドヘディング、バラダか。いや、なかなか流れるような展開でした ね。まず今選手の縦パスがまず良かったですよね、仲間が入ってくる、シュート打った。仲間のシュート、ヤシキンコリからよく反応しました笠原です。さあ大山、シモビッチ、それバーブンスキー、さあ大前につないでいきます、カマズラ切れ込んでクロス、中シモビッチ後ろからエディングシュート、バラナ同点。シモビッチの後ろからバラダ入り込んでました。まずこのね、川澤のまず仕掛けが良かったですよね。でこのセンタリング素晴らしかったですし、最後状況を見ながらバラ選手ね、しっかり冷静にヘディングしましたね、はい、大外シモビッチ、その前にバラダ、中、さあシュートは打てるかどうか、さあバブスキー、そしてプッシュ、決まった、高尾、逆転の大宮。まさに勢い。さあ岡山どうか、残り1分切った、ああここはボールがつながります。5番は増田でした、そして31番は下口、向原上げてくる、増田がヘッドはどうか、キーパーの高崎、
からの放り込み、増田、裏にボールがこぼれて、向原、中、飛び込んでいく、さあ、キーパー、飛び込んで、さあ、シュートを出る、シュート、シュート、キーパー、笠原、シュートは弘樹。ここで試合終了。大宮アルディージャ、今シーズン初めてホームでの勝利を収めました。逆転勝利、そして勝ち点でも岡山を超えるということになります。そして今シーズン初めての連勝。